皆さん、こんにちは。U23日本代表は16日、パリ五輪アジア最終予選を兼ねた U23アジアカップ2024グループステージ初戦で U23中国代表と対戦しました。上位3チームに与えられるパリ五輪出場権。そんなパリ五輪出場を目指す日本代表は早々の8分、右サイドから山田楓希選手が左足で入れたクロスに、正面で反応した松木玖生選手が左足のボレー弾をでネットを揺らし、幸先よく先制しますが、17分、ボールと関係ない場面でディフェンダーの西尾龍也選手がジャフェイファン選手の顔面付近を手では叩いてしまうと、これが VAR 判定の結果、一発レッドカード。前半の早い段階で10人での戦いを強いられ、苦しい状況になります。その後、試合は中国が主導権を握る形となりますが、ゴールキーパー国保レオ・ブライアン選手の好守もあり、なんとか耐えて逃げ切り、10人ながらも 1-0 の勝利で大会白星スタートに成功しました。試合の前日会見で、このグループの対戦相手はアジアの強豪ばかりで、特にオリンピックに連続出場している韓国と日本はこの年代での優位性を証明している。もちろんこの機会を利用して強豪チームと挑んでいきたいと思っているし、若手選手にとっては貴重な経験を積む機会でもある。明日から試合が始まるが、選手たちに求めることは非常にシンプルで、彼らが落ち着いていつも通りの精神状態でプレーするのを望んでいる。通常のパフォーマンスで理想的な結果を達成したいと考えている。技術的にも戦術的にも日本チームの方が上なので、相手の状況を踏まえてしっかりと準備をして試合に臨みたいと思っている。このグループは非常に強力だ、もちろん非常に難しいと意気込みを語っていましたが、惜しくも敗れる形となった。U23中国代表のチェン・リャオドン監督は試合後、日本は退場者を出したが10人になっても強かった、次の試合に向けて修正していきたいと語っています。またこの試合、長い時間数的優位となりながらも完封負けを喫した中国代表を、母国の中国メディアは酷評。ポータルサイトソウフはあっという間にボールを奪われ、日本との差は大きく、全く守れず経験も足りなかった。前半が始まるとすぐに両国間の差は非常に明白になった。8分、日本はフロントコートでの巧みな連携でゴールを決めた。中国の電光石火のボールロストが恥ずかしい試合となることを運命づけたと伝えており、また韓国メディアのマイデイリーは、日本が退場の苦境をはねのけ大会初戦で快勝を収めた、幸先よく先制して楽勝ムードさえ漂う中で退場者を出してしまったが、粘り強い組織的なディフェンスで対峙、半端ない精神力を発揮したと日本代表について綴ると、片や中国に対しては悔しい敗北で悲嘆に暮れた。シュートがポストに嫌われるなど不運もあったが、そもそも攻撃は不甲斐なくアイデアに乏しかった。試合の終盤も押し込むべきところでスタミナが切れて、日本に追加点を奪われそうな場面が頻発、手痛い黒星を喫したと酷評しています。一方、いろいろな面で準備してきたメンタル、個人戦術、チーム戦術、すべてを発揮して第一戦に向かっていきたい。非常に良い選手たちを連れてくることができたし、非常に良い準備ができているので、しっかりこの大会を勝ち抜くために準備をして、まずは明日からの予選リーグを勝ち抜いていきたいと語っていた U23日本代表の大岩剛監督は試合後、アクシデントは想定していたとはいえ厳しい試合でした、これを次に生かしたいと思いますと、数的不利の状況も想定していたことで対応したと明かしつつ、戦術的な要素は選手に伝えましたが、選手の個人戦術であったりグループの攻守におけるつながりは出せていました。回復としっかりと分析をして23人全員で UAE 戦に向かいたいですと次戦への抱負を語っています。また中国戦前日のタイミングでキャプテンを務めるとの発表があり、一昨日ぐらいのミーティングでキャプテンっていうことをみんなの前で伝えられて、自分は試合ではキャプテンマークを巻くことが多かったんですけど、
そういう感じではっきりと今回はキャプテンというのは初めてだったので、少し不思議な気持ち。自分のやるべきことは変わらないので、チームが勝つために全力で頑張りたいなと思います。チームがバラバラになってしまったりしたら、積極的にまとめ上げて同じ方向を向けるようにまとめていきたいなと思います、と語っていた藤田ジョエル千葉選手はキャプテンとしてフル出場し、早い段階で得点できたのは良かったが、自分たちで難しくしてしまったと反省しつつも、うまく失点なしで90分戦えたのはプラスと前向きに捉え、自分自身はいつも通り今までやってきたことしかできないので、特別なことはせず今まで培ったことをやろうと思ったと語り、ハームタイムには今の状況は仕方がないからやるしかないという言葉が飛び交っていた。チームとしてまた一から戦い直そうと話していたと、アクシデントにも動じない様子を明かし、この勝利はすごく大きい、今後にも響いてくる、初戦勝てたことでいい流れに乗れると思う、この流れに乗って今後の試合も戦いたい、いい準備をして勝てるようにチームとして勢いを持って試合に臨めるように声をかけていきたいと次戦に向けて意気込んでいます。またこの試合の決勝点となった先制ゴールを決めた松木玖生選手は、うまくサイドからボールが来て合わせるだけだった、早い時間に先制点が来てよかった、数的不利は早い段階だったのでこの時間を守るのは厳しいと思った、守ることができてまた自分たちの強さが出たところだと思う、失点しないことを大前提に、そこの対処とセカンドボールの回収、プレスは多く話していた。この苦しいゲームを勝ち切れたことは大きい、次につながる、勝ちと引き分けは全く違うのでと語っています。また数的不利の中で最後までゴールを守りきり得点を許さなかったゴールキーパーの小久保レオ・ブライアン選手は、守備中心に苦流、松木の1点を守りきることしか考えていなかった、1枚少なくなる、その分自分たちが逃げられなくなるのは大変だったので、誰もミスせずにシンプルにやろうと声かけした、自分の中でも落ち着いてプレーできたと安堵を語ると、アジアの厳しさについて、初戦で再確認できた、 2,3 戦目続くが回復して2戦目に目を向けられればと前を見据え、スタジアムに響いたサポーターの声援には励みになった、違う国でやっているのにサポーターが背中を押してくれたと笑顔を見せ、 UAE との第2戦に向けては、今日は1人少なくて守備しかすることができずに自分たちの持ち味を出せなかった、2日間でコミュニケーションを取って修正して次に向かいたいと力強く語っています。苦しみながらも初戦を勝利した日本代表、次戦の試合にも注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。